アンタール作品級は、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1868年に作曲した還元楽作品である。当初は公共曲第2番映画、単調、アンタールとして作曲されていた。その後1875年と1897年に2度の改訂を行っているが、第3版で公共曲でなく公共組曲とされた。今日演奏されるのは、 第3版であるが、公共組曲としてよりも、公共曲第2版として扱われることが多い。1875年版が出版されたのは翌年だったが、1897年版は作曲者の死後に出版されている。曲は4つの楽章からなり、6世紀アラビアの詩人、アンタールの見る夢と、彼が夢の中で実現を約束される3つの願望を表している。 シェヘラザード同様、リムスキー・コルサコフ好みの東洋趣味あふれた作品である。また、中東の民謡などが実際に曲中で主題として使われている。1876年にサンクト・ペテルブルクにて、初演以下の編成は第3版に基づく。フルート3、ピッコロ、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン2、 バストロンボーン、チューバ、ティンパニ、トライアングル、タンバリン、大太鼓、シンバル、タムタム、ハープ、ゲンゴブ、第二バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス現世をはかなんで、パルミラの廃墟に陰遁していたアンタール。彼は、ある日、一頭のカモシカを襲う巨大な鳥をやりを投げつけて追い払う。カモシカの正体は、パルミラの妖精の女王、ギュルナザールであった。 彼は夢の中で女王の宮殿に招待されて彼女から礼として人生の三つの喜びを送ると約束される。ありがとうございます。